の名誉会長とやってたんですけども、まあ先生と若い頃から接点があって、あのずっと来られたのかなって私は思ったんですけど、はい、何かもしこう西村幸男、あの名誉会、元名誉会長ですけど、なんか関連したエピソードなどありましたらお聞きしたいんですけども、はいはい、西村幸男先生とのつながりっていうのは、全理連中央講師になってから、で西村幹事長が幹事長になった時に、私たまたま幹事をやってまして、ちょうど講師会創立20周年ぐらいの頃ですかね、まあ、そういった中では本当に我々から見たら大先輩で憧れの先生ですね。ただ先生は印象あるのはいつもですね、会議始まりますと演壇から見て一番前の右側にね、必ず座ってましたね。中央に近いところ、端じゃなくてね。まあこれだけはね、いつも時間も守ることも確かですけど、どこに行っても会議の時には一番前の右側に座ってたっていうのは印象にありますね。ただ我々から見るとね、すごく厳格で、あの厳しいっていう感じがあったんですけど、なんか反面ね、我々とこうお酒飲むわけじゃなかったんですけど、話す時はやっぱり経験豊かなんで穏やかな感じでしたね。ただ西村先生と、まあ幹事、まあ2期6年ぐらい付き合った中で、一番印象にあるのはね、あの先生旅行に行って旅館に寝るとね、いびきがする。まあとにかくね、たまに呼吸止まるしね、でみんなでね、宴会終わった後旅館の部屋で、大きい部屋で寝た時にあんまりうるさいんで、5、6人で布団をね、隣の部屋へね、運んでたことあるんです。そうですか。したら先生はその時寝てて気がつかなくて、あ、寝たの気がついて、なんだ俺がって、いや先生のいびき強くて寝られませんでしたよって、そういうようなね。ああそうですか。起きてる時はすごい厳格ですけど、寝ちゃうともう豪快なねいびきでね、周りがね寝られないっていうか、それは印象ありましたね。それとちょっと具合悪くした時もね、ちょうど我々が講師会の集まりの時にね、帰り際になってちょっとふらついてるんで、それでいやちょっとまずいよっていうことで、あの頃先生クラウンに乗ってたんですけど、まあ星野先生とか、あと会の何人かの先生が一緒についてね、お帰りになったっていう印象があって、その後体調悪くされたっていう、まあその時もちょうど講師会で一緒にいたっていう経緯がありますね。ですから、まあそういったいろんな意味で、お世話になった先生なので、改めてありがとうございますという形だと思います。はい、あの中央 の, あの初代校長の斉藤隆一先生、毎日委員会創立者なんですけど、斉藤隆一先生なんかとは先生はあれですかね、全然つながり、斉藤先生とか米倉先生とは直接私は接点ありません。そうです。で、私が生まれて初めて利用の講習を見たっていうのは、まだ16、17ぐらいの時で、吉田善一先生の仕事を初めて見たのが、利用業界の中の講師がやってる仕事っていうのはこういうもんだって初めて見ましたね。で、まあその中で中央校の師範課に行った時に、まだ米倉先生、米倉近先生が現役の時で、カット、ミディアムカットですかね、ハーフロングやったのは直接見たことあります。ただもう全然我々若いですから、雲の上の人で、言葉をかけるとか話を伺うとか質問するってことはなかったですね。まあ、それがまあ今毎朝学校に来るときに斉藤先生の胸像に向かって一礼して学校に入るんですけど、まあこれはなんか習慣になってしまってね、当たり前のようにまあ過ごしてます。はい、そうですか。ありがとうございます。まあね、地議会、まあ会にもですけど、まあ、日議会の会員、今全国
400人切っちゃってると思うんですけど、うん、なんかアドバイスいただけたらと思うんですけど。いやいや、アドバイスって恐れ多くて、まあ本当に日本の研究会といったら第一が日本技学建設会ですか、日技会というのが、私はもう本当に伝統ある研究会で、その研究会にね、アドバイスっていうのはなかなか難しいなと思います。まあ会館も持ってらっしゃるしね、全国の理事長さん、あるいは教育部長さん、全連地方講師も大勢いるしね、まあそういう中で、まあ組織としては立派にもう立ち上がっていると思うんで、私からするとあとはまあ若い人に対してね、やっぱりしっかり教育していただきたいのと、それからやっぱり、定期的に2人でも3人でもいいから会に新しい血を入れるということは必要かなというふうに思いますね。それぐらいですね。ありがとうございます。